何か提案があるのか？意見があればいつでも来い。今日はどうするの？また来てね。いらっしゃい。いらっしゃい。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。最後に勝利するのは俺たちだ。休息も兵士やっと訓練は大変だったね。油断していたら本当に死なあ。かなり危険な訓練。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。これからはエレン、待って。うるせえな、ミカさん。ごめんなさい。けどだから、俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ、二人とも落ち着いてよ。なんだよ。まあ確かに付き合いは長いけど、とりあえず、俺たちも戻るとする。
やれやれ。というわけで巨人却下する。エレン、それは分かってるけど、巨人の捕獲だって。黙って従え、クソメガネ。どうしてもダメなの？分隊長、彼もまだ参加したいと。それにしたって、このさ、じゃあ代わりにこの子を貸して。私から強制はできない。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そう来なくちゃね。分隊長、いくら本人にやる気があるなら止める理由。よし、じゃあ早速準備にかかろう。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、リヴァイ。さあ、捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば、巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。あんなの同時だ。君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。さあ、一緒に可愛い子を捕まえよう。ハンジ分隊長、拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どれどれ、あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。討伐完了、拠点を設営します。行ってやろう。隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。やつは捕獲対象じゃないよな。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。落ちた。こいつは倒していいんだよな。やれやれ、とんだ任務だ。行ってやる。すみません、手を借りられて助かってます。なあ、いいんだ、お前も大変だな。縁談か、救援に向かおう。ありがとう、その調子で頼むよ。はい、了解です。相手する。縁談のもとへ急げ。助けを求めてる。頼む。
うなことをさせやがる。リヴァイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。あんなの余裕だ。完璧だ。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。分隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。いいぞ。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっ す。 お願いします。無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。エルド、頼みます。あんなの無理じゃ。そっちは片付いたね、オルオ。引き続き頼むよ。もう帰りて。すごいじゃないか。当然さ。拠点の設営予定地点に巨人がいますか。あの子か。ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。完璧だろ。あんなの余裕だ。拠点の設営が完了しました。よしよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎです。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。相手する。はい、ご苦労様。引き続きお願いするよ。お願いされても。当然さ。拠点の設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか。あの子も排除でいいや。完璧だろ。無様。よし、これで拠点を設営できた。分隊長、全ての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえからな。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。相手する。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。ハンジさん、頼みます。先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。
あんなの無理じゃん。行ってやろう。巨人に狙いを定めろ。その装備を使って捕獲するんだ。倒した。完璧だろ。行ってやろう。ウザは倒した。相手する。リヴァイ兵長、お願いします。状況を見計らって確実に捕獲するんだ。あんなの余裕だ。ルンダ、頼みます。了解。連れて帰るからね。分隊長、落ち着いていきましょう。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。ユーザー、これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。倒すにだろ、あのクソみたいな。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。ハチト、あんなの余裕さ。大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。落ちた。あんなの余裕さ。はい、頼みます。わかったよ。完璧だ。倒さ。あんなの余裕さ。ユーザーは相手する。失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。
ますよ。了解。付き合わねえ。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろう。退路を確保しましょう。分隊長、人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。とも思ったけど、仕方ないか。最後の最後に手強い奴が出てきたな。ここが拠点さ、行ってやろう。軍団、ハンチさん、頼みます。了解。走りすぎるなよ。ハンチ、お願いしますよ。分隊長、見直しました。巨人の観察に夢中になっているのかと。Thank you.
この作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい、本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うなじが、でもやっぱりそ、意志って、巨人の行動原理は、だけど過去には気になる事例、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。ビルゼの手帳が示唆するところは、巨人の正体を突き止める努力はいつの日か人類の反撃の糧になるもの。はい、分隊長、壁外での長話は危険す。あ、あの子たちに名前をつけてなかったね。聞いてください、分隊長。